週2ぐらいで行けるっていうか行かなきゃやばいなっていうのは勝手に、まあ、自分ではもう運動で食べてくるっていうか、まあ、決めてた部分も真面目に格闘技やってきたやつらとも違うし、テクニックで戦うタイプじゃないし、テンション上げて戦うタイプだから、バックボーンが喧嘩だからそうなんじゃないですか、まあ、総合の世界も勝てると思って入ってきて、まあ、負けて、まあ、甘いもんじゃなかったのも分かったんですけど、何年後かにはトップに行けるっていう自信はもう、それは、まあ、例えばドリーム干されたりキッドに4秒で負けたり、それも変わらなかったですね、うん、まあ、去年1年ベルトに向かって一生懸命いい子にしてきたんで、まあ、ベルトを守るとかそういうの云々の前にもうしちゃかめちゃかにしてやりたい。ヤンキー文化みたいな、ああ全然ないですね、見る暇もなかったですね。まあすごいオリンピックも行ってるし、すごいアスリートですよね。僕はアスリートじゃないんで。ああ先手必勝は先手必勝ですね、まあ、それは間違いない。だって喧嘩なんか1分ぐらいですかね、大体。それも殴られないです、先に殴る。もう一回、もう一回、あれは大技なんで、ひねりを加えたりとかするとすげえやばい技になっちゃうんで、なるんですよ、はい、人壊したこともあるんで、まあ路上でやったら殺せますしね、すげえやばい技ではあると思いますよ、うん、もう最初から殺す気で、すっこそこにぶっ飛ばします。だから会いたくないんですよね、なるべくもう殺す気でやるつもりだから。